そうですね、うん、ホサップのなんかあの活動と違うからやめた方がいい。ホサップがやったわけじゃない、はい、タブというか項目をちょっと変えたいなと思ってて、項目変えるのは、はい、ここだけ俺、うん、絶対これがいいなと思ったのがあって、うん、これの身分証友達が、うん、そうだね、どっちみち更新なんだけど、勝手に更新はしてくれるのは多分無理だから、かやりたい人はここに連絡くださいみたいな感じのがかけたらというか飛べたらいいなと思って、初めにリンクしようみたいな、ここにリンクしよう、なんか、あそれは、どういう立場から言ってる、本当に個人、完全にもう個人ですし、同年代の大学生、本州の大学生が避難生活を続けながら自分のできることっていうのを最大限考えていろんな作業をしていたっていうことに感銘を受けて、僕たちは北海道で何かしたい、でも何ができるんだろうっていうふうに悩んでる大学生の気持ちっていうのを、押し付けがましくなく、そしてタイミングをちゃんと計られるようなネットワークを作って、被災地の人たちにこうしてほしいっていう声があった時にすぐに出せるような、そういうネットワークを作っていきたいなと思っています。あっと言って結局キャッチフレーズだと思うんだよね。キャッチフレーズ、そうね、分かりやすい、キャッチーな言葉をしたくて、でそこに学生によるとかで言うと、なんていうんだろう、学生が全面に出したので、ありました、